今日は古巣へ0時30分着、船舶東側は満員御礼なので西側へ行くことに。東側は大人気なのに西側は誰もいなかった。不人気スポットなのか知らないけど、とりあえず自分が一番取りたかった最西端を占拠。猫に餌をあげてとりあえず投げるも当たりはない。これは毎回恒例みたいなやつ、もう葬式会場だと思ってたら当たりが2度ほどあった。甘神だったけど、今回は昨日と違ってまだ魚がいるっぽい。そうこうしてたら福田亀井さんが西側の船舶横に来た。相変わらず浮きさばきの上手なおじいちゃんだ。投げては誘ってる。そして見たことあるプロのオーラをまとった男性が一人やってきた。車から降りた瞬間に漂う王者の香り。一歩一歩歩くたびに地面が震える。この振動と衝撃、自分スケクイ様はどうしてこのような衝撃と振動を出しつつ歩くのですか。スケクイ様、おっぱいが揺れればわしのもの、揺れなければたい焼きにくれてやればよい。なるほど、ためになる。そんなこんなでスケクイさんがフルスを荒らしに来たので、たい焼き SOS ダイヤルへ連絡した。こちらサイバーロボ F コップ、至急応援願う。至急は大事だよ、すぐ行くね。来るらしい。そしてスケクイさん準備中になぜか自分が2ヒットで2匹獲得。これは大きな不意打ちだ。その後2時まで当たりは遠のいた。スケクイさんはアマモポイントを1ポイント獲得した。つまりアマモを釣り上げた。そしてたい焼き先生ご到着。病み上がりなので元気がないようだ。元気はないけどお茶もらえるかなと、まるでおじいちゃんのようにお茶を飲むたい焼きさん。とりあえずここで順番は東方面からスケクイさん、たい焼きさん、自分の順番になった。風はたい焼きさんが来た早々南西風。月はほぼ満月で明るく、風が斜めなので当たり取りにくい。水面見るとかなり透明度が高く、今日も最悪の海らしい。3人当たりねえなと言いつつ裏切りの自分。今回は場所か天野の重さなのか、どちらかで有利に立った。釣り上げるたびに弟子の自分に先生たちは褒めてくれる。はいはい、上手上手、うまいね、はいはい、運がいいね。うん、褒美に自分の尻尾切れた。キビナゴあげるわ。キャットフード食べる。ビギナーズラックってあるんだ。途中3人疲れて喫茶 F カップでコーヒータイム。みんなでホットコーヒーを飲みつつ、お店のお姉ちゃんのおっぱいを触るたい焼きさん。見てこれ、スケクイさんも触ってみーだ。うわほんますごいわ。お客さんお触り禁止なのに。ちなみにお店の女の子というのは猫である。セリフは脚色なく書いてる。本当に変態みたくおっぱい触って、大きいだとかすごいとか本当怖い。コーヒータイムが終わり、次の裏切りはアマモマスターのつけ食いさんだ。たい焼きさん、ルヌヌ、己裏切りよったな。多分5時くらいまでなぜか自分だけ魚が釣れる。たい焼きさんから早くトラブル起こせオーラを感じまくった。多分5時前後、たい焼きさんもついに釣り上げて気分がリラックスする。これで全員ノルマ達成。朝まず目はあったのかよくわからない。とりあえず完全に釣れなくなったのは6時5分くらい。最終的に16匹、サイズは F3 が1匹くらい。知り合いばかりで、かつ先生たちと釣るといろいろ勉強になるので個人的には良かった。甘神の処理などはやはり経験の差なんだろう。本当すごい。ただ動画を作るにあたってだんだんたい焼きさんとつけ食いさんが変態のおっさん見たくなってきた。そろそろ周りから変な目で見られてる気がした。この動画はフィクションです。実際の人たちとは関係ありません。でも 80% くらいはだいたいこんな感じです。明日も行くかな。でも寒そうなんだよね。